じゃこのメンツでちょっと最初からもうガンガン攻めていこう。で俺はマハタルカシかけてあげるから、もう全員ゴリゴリに攻めてほしい。あ、全員攻撃しとけばよかったな。指示まずマハガルダイン、まあいいんじゃないですか。うん、弱点はいない。ディアラマ、そういうことしちゃうんだよな。俺が回復するから攻めろ攻めろ。ジオダインジオダイン、いいぞ。まあまあのダメージ。アギダインいいね。アギダインも効けばいいけどな。おお、効くな。いいじゃんいいじゃん。でも全員あれよ、自由じゃない。お前らに自由はない。攻めてしろ。で俺が回復するからな、メディアラハンで頼むぞ。ちょっとあれだな、ラクンダも入れたいんだよな。マーガルダイン、おガルバック取ってるな。まあ、これは大丈夫。ジオダインいいね。お前のジオダインかかってる。あ、いいね。感電率が高いな。ジオダイン、いいダメージダメージ。で、アギダイン、お調子いいぞ。210、悪くないな。ちょっと俺も攻めたいぐらいあるけどな。俺も攻めたいぐらいあるけど、みんな攻めろ。だね、まず弱点が来てないからね。あ、ジオ大丈夫し、よし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 。ジオダイン、どういうあれで打ってきてんだろうな。ガルジオ、我々弱点はね、カバーとか自殺なんですけど、うん、特に考えなしに打ってきてる可能性があるな、敵はな。よし、もうちょいもうちょい、あと2ターンぐらい。あ、でもね、タルカジャが切れたな。あと1ターン持ちこたえてくれればゴリ押しできそうな感じはする。マブダイン、ルーフはどうだ。あ、弱点か。サナダ、サナダ立て、まあ、死ななかっただけ偉い。うん、立ち上がれ。よし、弱点疲れるのはもうしょうがないからな。こればっかりはもう全能力使ってくるわけだし、敵は。攻めろ、アマダ。ジオダイン、これちょっとダメージは落ちるかな。127、悪くないな。ボロちゃんのアギダインでいいぞ。アギダイン、あ、いいねいいねいいね。ネギドラン耐えろ。あぶねえ、まあ、耐えたんならよし。41だけど、ギリギリ耐えてるな。いけるぞいけるぞ。ジオダイン、もう一旦はかかるか。さすがに、さすがにもう一旦かかるな。いやー、もうちょい。ただもう回復するしかない。ただネギドラ来たから次メギドラオンなんじゃないの。だからだんだん上げていってる、もしかして。ギア上げてってる可能性があるな。あ、ムドか。ただこれはアマダが弱点か。アマダ弱点、あー、サナダも落ちるか。いやー、ただここでゴリ押しはちょっと難しいな。ただ俺とコロちゃんが食らってないわけだから攻めたいよね、ここはね。攻めたい。いや、これちょっと賭けだけど、ここで利権乱舞ぶっ放して3、4回やったろ。あー、ナイスナイスナイス。メギドラオンか。これ耐えなかったら終わりだな。あー、ギリギリか。飽きない。俺は食いしばりか。いやー、もうちょい。さすがに回復すればどうなんだろう。回復でいけるのかな。コロちゃんのアギダインで落ちるのかどうか。メディアラン打って、俺の MP もないからな。コロちゃん頼む。で、ここなんとかメギドラン耐えらんねえ。ギリ残るか、ちょっとぐらい。よかった、コロちゃんアギダイン、いけるぞ。これで落ちなくても俺が、あ、落ちてる落ちてる。俺がなんか打てばデッドエンドはいけるのか。デッドエンドあんま効かなそう。一番ダメージ通りそうなマハガルダイン、疾風ハイブーストあるからね。どうだ。いや、マジか。あー、惜しい。ということは、まあ、いけたな。逆に言うと、逆に言うといけましたね今。まあ、さっきと同じ作戦でいきましょう。マハタルカジャ入れてと。楽にでもあれでよかったんだけど、うちのね、ペルソナで。あ、いきなりマハブダイン。ちょっと、運が悪いね、これは。まあまあまあ、いいでしょう。アギダイン。で、ジオダインね。ネギドラ。関係ないんだな、順番じゃ。関係ないじゃん。なんでもありなんだな。
まぶたいね。ちょっと運悪いな。真田が狙い撃ちされてる。真田だな。真田が2回攻撃できてないからな。メギドラ、まだメギドラね。まだメギドラ、まだメギドラね。はい、まだ右だ。まだいけるな。まだいける、まだいける。あ、いいよいいよいいよ。さっきよりいいんじゃない。さっきもこの辺で右ドラゴン来てたんじゃない。押し込め押し込め。ええぞ。冗談。なんなら完全させてくんねえか、ここで。いや、来た。ああ、来たな、これ勝ったな。こう殴っちまって。ダウンすれば勝つ。よし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 。ラッキー。ラッキーやばだ。これは待ってましたね、今。今ならラッキーやばだ。ナイス。素晴らしい感電。よーし。おー、メギドラゴンジェム。そういうのもあるのか。よーし。レベルはガンガン上がりますな。あ、食いしばり。ようやく仲間にも食いしばりが。仲間っていうか、ペルソナにも食いしばりがね。一度だけ HP1 で復活。これどうなんだろうな。今つけてるアクセサリーと食いしばりで2回復活あんのかな。試す価値はありそう。ちょっと難しいけど試すの。まあちょっとあれだな、ガネーシャ有能すぎてあんま消すもんがねえな。ガネーシャ有能だね。なんならデスバウンドいらんか。なんだったらもう継承用と割り切っちゃって、これでいこう。よーし、お見事でした。万人のシャドウ、いよいよ残りあと2体です。私たちにしかできないことを必ず成し遂げましょう。いいよ、風花ちゃんのスピーチ。はい、審判ね。これで半分か。まああと2体倒して、まあ、途中の階段とかでも上がりそうだもんな。うん、6。あ、もう半分超えてた。6でした。あっという間に上がるな。それここの地形なんかすごいホワイトベースみたいだな。ホワイトベースみたいな地形。一回帰りましょうか。じゃあアバドンこと大谷さんをね、作りましょうか。まあ、ちょっとね、そろそろ枠を開けないとっていうことなんでね。レベルは上がってきたけど、ペルソナのレベルが上がってないんでね。死んでくれるを、あの可愛い大谷さんが死んでくれるを打ってくれると。闇反射火炎ハイブーストはね、多分火炎覚えないですけど、まあ継承用かな。ランク10ですよ。大丈夫かな、死んでくれるって発音できるかな。あ、喋った。おお、めちゃめちゃ口ちゃんと動くんだな。一生開けたまんまかと思ってた。おお、閉じれる。すごい顎の力だ。テレビ通販社長のコミが、おお、ブルン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 。喉チンコもブルブルだね。まずは打撃無効。あ、次斬撃無効。まさか物理系全部無効化すんのかな。あ、貫通無効。そういうことか。はいはいはい、なるほど。物理をじゃあ全無効にできるってのはでかいね。もう一つにまとめて物理全無効とかにしてほしいけどな。三つ邪魔だな。三枠使うのちょっと邪魔だけど。敵単体打撃属性大ダメージ、疲労時に威力上昇。あー、疲労時に。こっちがね。体調不良推薦ってそういうことか。体調不良の時ほどは威力上がると。どうなんだろう。いや、デビルスナイルいらないかな。オッケー。で、わっ、最後打撃吸収だった。打撃吸収はちょっと欲しいね。継承したいね。いやー、また丸抜頑張っちゃいましたけども、食いしばりと電撃無効がなかなか並ばなかったんでね。ゆるんぐ作ります。いいでしょう。いやー、かわいいねー。お目目がかわいい。ハーシラゆるんぐ、そんよとこ、もろじぐ。いやー、久々に節制作ったなー。まず氷結ハイブースター。あ、ハイグロー自分で覚える。素晴らしい。ハイグロー。あ、メディアラハンいいね。いいよいいよ。メディアラハン。サマリカームいいね。あ、サマリカーム欲しいな。あ、覚えない、一回。まあ、でもすぐ上がるでしょう。ハイグローあるしな。だいぶいいね。いいユルングだ。で、これ4枠空いたんで、ようやくですけど、アリスをもう一回作んなきゃいけないんですよ。エリザベスの依頼でメギドを持ってアリスを作れっていうのがあるんで、それをちょっとやりましょうか。ちょっとめんどくさいですけどね。
ノリリムピクシー、名田大使、ナルキッソスの誰かに名義で覚えさせなきゃいけないっていうな。ちょっと頑張りますか。いや、アリス作ろうと思ってたんですけど、金がなくなったんで途中でやめて再び上に登っていきましょう。で、メンツも変えました。まあレベルがね、低い連中を上げていきたいということですよ。経験値もランク10か。いよいよラスト感が出てきたね。ああ、全然見てなかった。全然見てなかったわ。まあいいか。そうそう、そういえばアイギスの召喚のボイスがさ、かなり人間味が溢れてんだよな。ペルソナーっつってね。いいじゃないか。240回です。私たち新しいフロアの床をもう200回以上も踏みしめてきたんですね。風花ちゃんは踏んでないけどな。唯一風花ちゃんは踏んでないけど、そう、風花ちゃんも気持ちは一緒だからね。200回以上も踏みしめてきたよ。ごめんなさい。次の番人は244回です。大丈夫、もうみんな心は一つ。そうだよ、でも絶対勝ちましょう。風花氏、これで上がるわけな。確かに240段登ってきたっていうのはね、すごいよね。まあ道中もね、階段以外にもいろいろあるわけだしな。あ、なんなら段数でいくともっとか。階段の段数、別にね、240回であってね、途中の階段の段数は結構あるからな。結構な階段登ってるよな。じゃあうちの大谷さんのね、死んでくれる、かわいい、ブルンブルンしちゃって死んでくれる、やっぱかわいいな、誰が使ってもな。じゃあその辺のソロネと、その辺のアトロポスと、その辺のクバンダでね、3つ合体してヘルズエンジェルにしちゃいましょう。ハマーブースター、マハンマオンっていうね、ヘルスエンジェルらしからのやつでいっちゃいます。今回ヘルメットかぶってんだな。ヘルスエンジェルだ、連れてってやるよ地獄の向こうへ。かっけー、かっこいいな、ヘルスエンジェル。こっち 2D だとツルピカなのに 3D だとヘルメットかぶってんだ。そうかそうかそうか。まあそうだよね、 3D 版のメガテン3のやつを流用してるんだったらヘルメットかぶってるってことかな。そうかそうか、そういう違いがあるのか、 3D と 2D でね。レップーハ、まあいらねえか。やったれ、神々のカゴ、なんだそれは。神々のカゴ、あ、しかも食いしばり覚える。食いしばりでかい。おお、これはでかい。火炎吸収欲しい。いや、ギリいかないか。火炎吸収でも覚えさせたいな。いよいよ火炎吸収出てきました。いやー、やっとできました、名義ともちアリス。どういう性癖なんだ、名義ともちのアリスって。いや、メギドラオンピクシーとかわかるけど、中途半端だな、メギドアリス。可愛いけど、いやー、金かかったよエリザベス。確かにメギドを習得していますね。さすがでございます、依頼達成です。すでにペルソナの創造においては、回転の域に達したご様子。あ、まあ、慣れてはきたけどな。そんなあなたにちょうどいいものをご用意いたしました。まだまだ作れてないからね。お、リリス！来たー！結構エロいんじゃないのか、リリスは。相当に強力なペルソナ。必ずあなたの力となることでしょう。ああ、それで白い花、ユリなのか。ユリの花びら、なるほどね。かつてはね、ユリ子がね、リリスでしたから。メガテンだとね。いや、アイギスがディアラハンを覚えたんでね。体力回復を頼めるのがでかい。マイギス普段 MP 使わないからな。いや、かわいいねメイドアイギス。てか俺アリスよりもアバドンの死んでくれるめちゃめちゃ使ってんだけど、どうなってんだこれ。アリスより大谷さんめちゃめちゃ見てるな最近。ガードキルいらないんだな、余計なもん覚えちゃったなこれ。いや、全然攻撃しなくなっちゃった。ギリジョー先輩が全く攻撃しない。ガードキルからのコンセントレートってボスでやるやつ。雑魚にやるな、雑魚に。殴れ、殴れ。ちょっとギリジョー先輩の技で消したいやついっぱいあるわ。ボスだと使えるんだろうけどな。使い勝手悪くなってきてるギリジョー先輩が。ギリジョー先輩、実質何もしてないからな、マジで。無駄に、よし。やってってくれた。よし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 。実質何もしてないっていうね。氷結ガードキルとコンセントレートっていう。なんかしてくれ。ああ、依頼出てるわ。あ、で、リリス作れるようになったから、
次マハブフダインリリスね。神の煮え。何よそれ。リリスか。もういけんじゃねえかな、でも。レベル的には。ああ、増えてるね、これ。しかも明らかに材料も、リリスができそうな感じの材料ではあるな。リリム、ベータラ、インキバス、サキバス。悪魔4つね。で、悪魔。リリスでしょう、これは。レベル的にいけそうだよな。一番レベル高いのがサッキュンでしょう。なんならもうレベル70代だと手遅れなぐらい、レベル低いかもしんないな。作りますか、ちょっと4体空き作って。なんなら他もうちょっとなんか、この辺いけんじゃね？ 5 神、6神ぐらい。まあ6神でアリス使うやつあるじゃん。これもいっちまうか。他もそんなにレベル高くない。元とか40代だし。あ、全然いけそう。これいってみっか。アリスをちょっと消耗したいというか、消費したいからな。ただ、空きを残り5体分作んなきゃいけないのか。先にこっちやってみる。先にこっちやって、じゃないとね、リリス先に作っちゃうと、リリスが邪魔になっちゃうから、空きをもっと作んなきゃいけなくなっちゃうから、先にこの、グール、ペイルライダー、ロアス、サマエル、元をちょっと出してみるわ。じゃあちょっと枠を開けようと思ってね、三神合体でガブリエル。ユルングね、ベンリアユルングさんなんで、もう一回買い直したいぐらいあるんですけど、多分高いだろうな。で、大僧侶、お世話になりましたね。その辺のハリティ。で、なんと回転説法をね、継承できるという大僧侶のお箱。専用技じゃないんだっていうね、まあ、死んでくれるが継承できるってことは回転説法もできるだろうということで、まあ、きっとガブリエルがね、ぐるぐる回転説法してくれるんでしょう。氷結ハイブースターヘビーカウンターハイグロー。で、女帝がね、まあ、キリジョー先輩なんでまだランク1なんですけど、まあ、ハイグローがあるんで、まあ、勝手にメキメキ伸びて技も覚えるでしょう。これでいきます。はい、ガブちゃんね。我はガブリエル。何時と共に波動をいかん。手長ない。いや、いいですね。いや、かっこいいわ。ガブリエル。いや、まあ、全く覚えないと。まあまあまあ、ハイグローで放置してても伸びるから。これはとりあえずこれでよしとして。いやー、またね。非常にね、長い丸抜ゲームを乗り越えまして、セット作りましょう。ハイパーカウンター斬撃打撃貫通無効の完全物理防御特化型みたいなやつです。これヘルズエンジェルのね要素は1ミリも入ってません。で、このアーバドンのね打撃斬撃貫通無効ハイパーカウンターを引き継いでおります。まあアギダイン、ハラギダイン、火炎ハイブースターとか自分で覚えるしね、いいでしょう。弱点も光だけだから、まあ、ボス戦でね物理完全無効になったらかなり使えるんじゃない？しかもたまにハイパーカウンターでね、ひっくり返してくれるっていうな。いいでしょう。疲れました。はい、瀬戸ね。かっけえ名前。我は瀬戸。何時より生まれで、何時の傍らに歩む者なり。グルメキング。お、耳パタパタ、かわいい。耳パタ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 。まあまあ、火炎ハイブースター覚えてもらって、まあ、攻撃もできてね。あれ、火炎ガード、あ、いいね、いいね、いいね。これでやることないってことはなくなるな。火炎ガードキルで、アギダイン撃てばいいから。あれ、氷結無効も覚える。氷結無効どうしよう。いや、覚えさせたいなぁ。またアギダイン消すか。火炎ガードキルは使えるから、アギダインあればいいよね。マハラギダイン消しちゃいます。で、光反射。あ、光反射って弱点消えるじゃん。まあ、じゃあ、氷結無効消していいかもしんない。生徒いいね。生徒いいよ。で、ようやくね、5枠空いたんで、これで。いやー、こっからなんすよ。こっからですから。そのヘキサゴンの方で、まずはこれですね。グール、ペイルライダー、ロア、サマエル、元。これを買いましょう。前書から出しちゃいましょうか。大変だな、これ。いや、マジで近年のメガテンはだいぶ楽になってる。前書から直接出せるじゃん。これ買わなきゃいけないっていうのがね、いかに大変か。この枠が開けた状態じゃないと合体できないっていうね。大変ですよ。まあ、この辺が便利になってることは喜ばしいことですよね。丸抜もないし。な！いや、またしても金がなくなりましたね。いやー、金がマジでいくらあっても足りねえ。まあ、そんなわけで引き続き、金を稼ぎに行こう。手稼ぎじゃ。
ッセといいね、でっかいな。おい、外しとるかな。外してますがな。ガブリエル、これかっこいいよね。めっちゃ綺麗な虫、帝王虫。めちゃめちゃ綺麗じゃんこいつ。回転分析してみる。かっこよ。少し時間をください。いや、すげえかっけえな。ピカピカじゃん。覚悟の証。効果なしです。効果なしです。覚悟の証、覚悟の証、効果なしじゃん。よし、244回ね。まあ、そんなことよりちょっと金がないんでね。まあでも武器はいろいろ手に入ってるんで、一回帰って売ろうかな。ギリギリお金足りましたね。作れます。先ほど稼いだお金で作りましょう。初のヘキサゴンか。これね、なかなかしんどいな。あ、タナトスじゃん。タナトス、タナトス、あ、レベル64か。なんだ、もうちょい高いのかと思ってた。タナトスね。まず見ましょうか、とりあえず。そうだよね、これだよね。知ってるよ、ペルソナ25周年フェスで見たから。これタナトスなんだよ。この間のね、領事がちょっと出してきたやつ、あれタナトスなんですよね。斬撃打撃耐性、光弱点、闇反射。なるほどね。でマハンマオンとか覚えるんだ、光弱点なのに。亡者の嘆き、サミダレ斬り、メギドラ。でもさ、この6個合体するやつが基本全部弱いから、なんか残り3つでパッとした技を覚えないとあんま使えねえなこれ。しかも6神が、あ、まあ、死んでくれる覚えさすのはありだな、可愛いから。死んでくれる無動ブースター。でも王者の嘆き、サミダ、まあ、サミダレ斬りはまあまあ強いか。メギドラか、ちょっとなんかパッとしない感じがする。まあそのマハンマオンの下2つが気になるね。ハマとかボス戦じゃ使えないからな。なんかめちゃくそ強い技覚えてくんないと。でもなんかパッとしない。なんか逆に4属性が何もないから、なんか特化したんが感じになれないよな。何継承したらいいんだろう。なんだこの右側、マハムドーン、マハムド、死んでくれるムド。ムド大好きっ子かよお前。まあこうなったらもう六神合体でこのスキル揃えるのって相当厳しいから、もう死んでくれるとムドブースター、もうそれがあればいいとしよう。他になんか引き継ぎたい技ないしな別に。あ、一応恐怖ブースター、デビルスマイル、亡者の嘆きコンボを狙うってのもありか。一回だけボスで通用したことあるからな。いや、あれルーレットっていう特殊なボスだったからね。いや、雑魚に対してもさ、デビルスライム、デビルスマイル打って次のターン亡者の嘆きってな、2ターンかかるのってあんま意味ないんだよな。しかもボスに効かないしな絶対。いや、やめだやめだ、亡者の嘆きもいらん。お、なんかすごい無道だらけになった。無道、マハムドン、無道、無道ブースター、死んでくれる、これでいいんじゃないかな。でまあマハンマオンと下2つで、うん、マハムド、マハムドンが消え、まあ、王者の嘆きは一応持っといてもいいのか。いらんけどな、恐怖状態のやつ即死させるやつ。まあいっちゃいますか、他に欲しいものがないし。うん、いやー、タナトスさんなら、あの領事のやつでしょ?てか、俺の中に入ってたあの領事そのものだよね、こいつね、タナトス。これならかなりいい感じにな、技を覚えてくれないと逆に困るよ。すごい。いや、さすがにですよね。ちょ、見た目だけで終わんないでほしいわ。見た目はめちゃくそかっこいいんだけどな。かっこいい。おや?生み出されたペルソナがうちに何かを宿しておるようですな、お前。我はタナトス、何時より生まれいで、何時の傍らに歩む者なり。生まれいでっていうかね、まあ、俺の中に入ってたやつ、入ってて出ていっちゃったやつなんだけどな。また再び傍らにね。おー、かっけえ。暴走状態。いや、何を産んでくれるの、お前は。お前がまさか産むとはね。まあ、マハンマオンで、
まあ、とりあえずまあハムドは消しますよね。はい、証券の心得。心得はなんか以前一回あったけど、証券装備してるとその通常の攻撃力上がる。だから私はいつも証券使いなんで、レイピア使いなんで、まあ通常攻撃力上がるんならまあありか。まあ、死んでくれるの介護官であるマハムドーンがとりあえずいらないな。とりあえずいらない。次はグレイブザッパー。あま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 あ、物理系覚えんのかい。しかも物理系だったか、タナトス。まあいいか、弱点も少ないし。うん、かっこいいしな、何よりな。使いたいわ。いやー、ただちょっと5枠使ってこれか。もうちょいなんか、まあ死んでくれるがね、可愛いしいいか。次のなんだっけ、リリスか。リリスを作るには金がないんで一回帰ろうか。いや、タナトスでちょっと力尽きた。でも一回ニュクスにはさ、なんかタナトスでサミダレギルをぶっ放したいね。ブレイブザッパーでもいいけどさ、なんかなんとなくな。ああ、もうこれで終わりか、冬休み。今日で冬休みが終わりだ。やっと学校のコミに戻れるけど、もう一人ぐらいしかあげれない気がするんだよね。もう余裕ないよな、日数的に。誰をあげるかだ。あきおめ、あ、体操のお兄さん。2010年一発目。年齢は言わないけど、お兄さん、年男さん。バレるだろ、じゃあ。ホイサムロ。あー、なんか聞いたことあるな、広東語。やったー、言ってたかもな、銀行がな。ホイサムロってな。お、新しいのが増えたと。パピヨン目指、え、たっけーな。アイギス用か。アイギスいらないんですよ、メイド服があるからね。でもそんなに強くはないな。あ、ダークドックスーツ拾ったしね、これ、ダンジョンで。もう現地調達だな、この辺は。もうペルソナを作るのにしか金を割けない。まあいろいろ売ったら154万になったね。やっぱ稼げるな、稼げるんだよ、タルタロスは。でもタルタロスを生き残るためにペルソナを作るのにめちゃめちゃな金がかかるっていうね。大変な職業ですよ、本当に。早瀬まだ上がんないか。これ早瀬がさ、早瀬が出る水泳大会にミヤが出て、こいつらが当たってみたいなことなくはないよな。こいつらが潰し合っちゃうのかな。